ESD。 それは未来を作る人づくり。みんなで一緒に ESD について学んでいきましょう。岡山市の小学校では総合的な学習の時間などを使ってそれぞれ地域や世界に目を向けた ESD 活動を行っているんだ。北区の津島小学校ではどんな取り組みを行っているのかな。藤井先生、教えてください。津島小学校では3年生が大豆の変身をテーマに身近な食材である大豆や大豆製品を取り上げ、総合的な学習の時間だけでなく国語や理科の学習とも関連付けながら1年間にわたって学びます。自分なりのテーマを持って追求していく中で食に対する関心を高め、食生活の改善のために自分ができることを考えて実践できるようにしていきたいと思っています。畑の肉といわれる大豆は体に必要なタンパク質や脂質をたくさん含む栄養価が高い食材。日本では弥生時代から栽培されているんだ。津島小学校の3年生も学校で大豆を育てているそうね。味噌、醤油、豆腐などさまざまな食品や調味料に加工して食べられている大豆。この日は大豆が醤油に変身することを学んだぞ。教えてくれるのは醤油物知り博士の笹野さんと頼野さんよ。醤油の原料、何ができるかと3つあります。この1つ目は、はい、じゃあ大豆。大豆、はい、大豆。実はお醤油は塩と大豆と小麦からできてます。児童は見て触って香りを嗅いで五感を使いながら大豆が醤油になる工程を学んだわよ。いいカビというのは人にとって、とても大切な仲間みたいなものです。悪いカビというのは腐らせて臭い匂いがしたり毒を出したりするやつです。お腹壊したり、ね、お腹壊すね。その中のいいカビだけを集めて、大豆と小麦と塩とこの麹菌で初めてお醤油ができます。柔らかく蒸した大豆と煎って砕いた小麦を混ぜたものに麹菌をつけ塩を加えたものがもろみ。このもろみを発酵させ半年以上置いたものから絞ったものが醤油なんだ。大豆は醤油をはじめ豆腐、味噌などいろいろなものに変身できるのね。児童らは大豆が微生物の力を借りて身近な調味料に変身することを学んだようだね。いい菌と悪い菌とあって、そのいい菌がなあの醤油を作る元になるのが分かった。醤油の元がどんなものか分かりました。大豆は本当にいろいろなものに変わっていって、今大豆育てているけど酵母菌を使って醤油を作るのは知らなかった。今後は学校栄養士の先生から大豆の栄養について学んだり、2学期には豆腐や味噌についてもゲストティーチャーを招きして学んだりする予定です。年間のさまざまな活動を通して食の大切さを学んでほしいと思っています。身近な素材から伝統的な食文化について楽しく学ぶことができたぞ。食べ物を大切にしたり感謝する心が育っていくといいわね。ありがとうございました。小学校の ESD 活動についてはウェブサイト岡山 ESD ナビで紹介しているよ。みんなも一緒に取り組もう。詳しくは岡山 ESD ナビで検索。